罰してないじゃないですか実際、うん、議員の方々も白紙の領収書に自分であれも逮捕ですか逮捕するべきだと思います、うん、銀行の方に損害賠償650億円1000年前に作ったのでいまだに儲かってるわけですよ7日月曜夜11時15分